皆さん、おはようございます。マーティンで、あのミラ、ミヤクーボイ、キングだけです。えー、南北、アメリカの世界遺産、ありますね。アメリカの、えー、温泉が吹き出す大地、イアウストーン国立公園、噴、蒸気が上がって、ブーっと、すっごい場所ですね。火事でも消化しない場所です。アメリカのグランドキャニオン国立公園、こういう地層がある場所でございますね。生き物もすごい。アメリカの自由の女神像、こういう感じですね。はい。 これ、平和。自由の女神の特徴はまた今度教えます。アメリカの、えー、ハワイ火山国立公園。これ、真っ赤ですね。すんごく真っ赤っかですね。カナダの、えー、カナディアンロッキー山脈。この山もすんごい場所ですね。恐竜も、と、昔言いましたけど、今動物。この恐竜集立自然公園ですね。はい。動物もたくさん。メキシコの、あの、アメリカ大陸で最初の巨大都市。 テオティワン館ですね。はい。いろいろな都市ですね。はい。ベネズエラのカナイマ国立公園。こういう大昔の地球。すごいですね。エカードのガーガパソコン諸島。生き物を大切にしている場所です。はい。チリンのラパヌイ国立公園。これ、いろいろあったんですね。はい。ペルーのあの、マチュピチュですね。これ、ナスカの地上園が一番の特徴でございます。畑とかいろいろあります。 クスコシガイチ、本当にアンデスの道もすごい長い道です。ペルー、ナスカの地上絵ですね。はい。ブラジルは色でジャネイロ、こういう、き、今日ですね。こう、予定広げるやつ。サルバドールディバイア歴史地区、クです。ポートガルの植民地の中心の場所です。あとは、アマゾン川、まあ、イグアス国立公園、イグアスの滝がすごいです。 アルゼンチン、ロスグラシアレス国立公園、氷河がすごい場所。はい。他にも、えー、カナダの、えー、ケペック旧市街地の歴史地区、サントドミンゴ植民都市はドミンガ共和国、キューバのハバナ、あとブラジルの中央アマゾン保全地域群、スリナムワイエ、中央スリナム自然保護区があるそうでございます。はい。というわけで以上です。バイバイ。